線亜炎鉱は亜鉛の硫化鉱物である。熱水鉱床、スカルン鉱床、黒鉱鉱床などに算する。アキラ道には結晶の形が明らかなものも少なくないが、海上で算することが多い。片炎鉱、高鉄鉱、王道鉱を伴う場合が多く、特に片炎鉱とは密接に伴って算出する。そのため、鉱床、亜炎鉱床はこれらを一括して、鉛。 アエンコと呼ばれることも多い。硫化アエンであり、純粋なものは白から黄色透明であるが、天然に散する線アエンーは、脳赤黒色不透明が多く、透明なものは非常に稀である。これは不純物として含まれる鉄のためであり、色が白黄色大々赤の大赤黒と右に、行くほど鉄の含有率が高くなる。鉄は最高26%まで含まれ、 鉄含有率の高いものは、鉄線亜鉛鉱とも呼ばれる。また少量のカドミウムを含み、カドミウム含有率が高くなるに従い赤みが強くなる。鉄に乏しい褐色のものは、べっ甲のような見た目になるため、べっ甲亜鉛と呼ばれることもある。強い樹脂光沢、またはダイヤモンド光沢を持ち、屈折率2.37。完全な壁界を持つ。 新鮮な結晶面や割った時の壁界面に光が当たると非常によく反射して見える。しかし、長期間野外などにさらされ続けると後期はなくなってしまう。結晶構造は線亜鉛光型構造と呼ばれるものである。結晶は四面体、八面体、十二面体などをなす。別鉱亜鉛現在一部のミシシッピバレー型交渉などで算する皮脂。 亜鉛鉱などを除き、亜鉛鉱石として産出する鉱石鉱物のほとんどを占めている。また副成分として、鉄、マンガンのほか、少量のガリウム、カドミウム、インジウム、ゲルマニウム、銀などを常に含み、産地によってはニッケル、コバルトを含むこともある。ガリウム、インジウム、カドミウム、ゲルマニウムはこれらを主成分とする鉱石がないか、あっても、経済的。 量的に需要を満たすことができないため、これらは副産物として、千鉛鉱から回収される。北海道の豊波鉱山三千鉛鉱は、インジウム含有量が非常に高いことで有名であり、世界一のインジウム生産量を誇っていた。日本国内でも産出する鉱山は、非常に多く、上岡鉱山、豊波鉱山、小坂鉱山、 花岡鉱山などの名前、阿炎鉱山で主要鉱石として採掘されていたほか、ほとんど全国各地に極小小規模の千亜鉛鉱を掘る亜鉛鉱山があった。海外産地はオーストラリア、アメリカなどが主産地。千亜鉛鉱と蘇生が同じ ZNS で結晶形が異なる鉱物として、ウルツアラガネがある。千亜鉛鉱の当軸象形に対してウルツ鉱は六方象形で、 繊維状や、その集合した、武道状で算出することが多いため、繊維や円光とも、呼ばれる。しかし、ウルツこうも、型だけウルツ荒金のままで、繊維円光に変化していることが多い。名前は、フランスの科学者であるアドルフ・ビュルツにちなむ。英名は、当てにならないという意味のギリシャ語ス・ホレロスにちなむ。ありがとうございます。